まあです。そして、ノーです。お願いしお願いしまます。す。ピンコーン、カーン、コーン。マンデーライブ、マンデーライブのお時間でございます。今日月曜日なんですね。早いですね、先生ね。早いですね。でも2週間ぶりなんですよね、実ああ、はそね。うですわ。今年最初ということでね、成人式もありました、今日はね。成人式思い出しますね、今から。ね、何年前でしょうか、忘れましたけどもね。今年は何ですか？荒れ狂う成人式とかなかったわけですか？例年のね。やまあめでてくもだなさいかよ、今な年かコロナね。禍でございますからね。そうですできなかったね。人もいるのか、じゃあ去年、一昨きっ年あたとりのね。ね。そんなワイドショーもやってましたけどもね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日もありがとうございますよろといしうくおこ願とでいすしまね。高校サッカーも優す。勝決まりましたよね。本当に青森山田、おめでとうございありまがとうございす。ます。強いですね。まあ、なかななんか止だめれないでか。すよね、今はね。ねえ、本当に。あ、きこまいさん、どうもでナイす。スパーです。ねありがとうごえ。ざいま す。間違ってんだ。53番台スタートしました。今 年いもつよろもしく思おうん願だいけしど、これま何す。番台かは別にお知らせしてくれなくて大丈夫ですよ。ねCR 何なのかは気になりますああ、けれそうどなの。ありがね。とうございまあす、りが今日とうごも。ざいます。ということおで、願すいしごいます。興味深いサムネが踊っておりますけどえ、もね、先生。はい。ミルアカマンデーライブ20221月10日、シャープ145は、新加入組期待大セやっレクショたー。顔出すの忘ーン。れてよろしくおたー。願おいし願いしまーす。まーす。そうですよね。あ、写そう真もなん今日はで踊っす。ておりますけれども、これ左から大宮、ね、はい。裏武は。田英寿さん、大畑歩さん、藤田ジョエル千葉さん、藤尾翔太さん、鳴岡光さんなると、ほどたね。またま全員パリ世代になりましたけど。武田英寿さんなんて去年の今日、涙を流してた人でしょ？違う、おととしおとな。としか、そっおか。ととしか。国立のね、国立じゃない、埼そう玉なかのな。ね。ああ、そっそうかなそっのか。よ。ねえ、大きくなりましたね。そうだね。ていうか、まあ、たまたまみんなパリ世代ですけど、武田さん以外に関しては、そもそもみんなユースっていうね。それぞれね。鳥栖ユース、ベルそうディユース、か。セレッソユース、清水ユースと。ねえ、だから選手権にはちょっとね、縁はなかった4人ではありますけれども、ただ一番左がね、やっぱり王国青森山田出身ってのもありますからね。なるほどね。まあ、ということで、一応概要欄に説明も書いてはあるんですけれども、まあ、いわゆる新加入、まあ、移籍がね、まず皆さん、もう終わりまして。そうですよ。まあ、ある程度、まあ、9割9分終わったぐらい。9割9分。あとは残り、もう契約満了組の方々とか、あと今日選手権が終わったばかりなので、高校生とか大学生の子たちだけがちょっとのこれから加入はあるだろうなって形で、席的なこうチーム A からチーム B に移籍しますみたいなのはもう残りはもうないかなって感じのところまで来ましたよなと、るほど、なるほどね。いう感じですか。もうだから戦力的に絞って見ていけるような段階ってことですか？そうなんですよ。楽しみじゃないですか。ってことで今回は、この新加入組ってのは何かっていうと、そのチームの A から B へっていう形で、その体のその移動があった人の中で、こう各チーム一人ずつピックアップして、このチームこの人ちょっと注目だよってことをなるほ言っど。ていきたい回。人を軸にチームを見ていこうってことですね。そうですね。なるほどね。リンゴを軸に果物屋さんを見ていこうみたいなことですね。そういうことですね。ああ、ただなそるのほど代わね。り、米を軸に定食屋を判断しようってことですね。そういうことでございます。わかりまだしから、新卒の子たちとか、あと元からこのチームに在籍したよって方々は、今回対象外という感じになっております。わかりました。はい。それでまあ今日はいろいろね、いろいろでというか、いわき含めた58クラブ見ていきたいなと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いあ、し全まクラブ見す。ていくってこと？もちろんな北るからほ南まで行きど。ますよ、今日も。1回でよろしくお今願い日は就業時しま間す。何時ぐらいですか？まあでも大体1時間ちょいぐらいなんで、まあ22時10分から15分ぐらいを分かりまし想た。定したい一応皆さん気になってると思うんでね。という感じでいきたいなと思います。お願いよしろしくお願いします。お願いしまます。す。と、行きたいんですが、まずここからお知らせをドン！あ、呼びかけ忘れたわ。今年初のオンラインメンバーシップトークライブ、やりたいなと思います。それが今週の木曜日1月13日の、あ、時間も書き忘れてましたね。21時からやりたいなと思いますので、お願いしよろしくお願いします。ます。これはね、奥座敷というのはね、トークライブ、何ですか、オンライントークライブ、有そう料ですでやってね。るね、メンバーシップをチケット代わりにということでやっております。もうね、十何回もっとやってるか、
もうそうです15回ぐらい目ぐらいですかね。新年会みたいの初ですね、これね、わーわー。そうですね。宴会芸なんか見せたいと思ってますんでね、新年会っていうぐらいですから先生ね、もちろん。そうですね。で今回このね13日のこう遺跡がどうのこうのとかデータがどうのこうのとかっていうところまで別にやらないですけど、こうやっぱね普段からお世話になってるメンバーシップに今入っていただいてる皆様と、まあいろいろ交流できたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。コメント欄中心にお送りしていきたいですね。そうですね。ただね、先生、そして皆さん、一番下見ていただきたい。はい。1月末。あ、末って書いてないけどね。1月末。見る赤会費やりたいと思います。はい、見る赤会費とは、はい、はい、もう絶対にどこのメディア含めていろんなところ全く出ることのないような、うん、ちょっと本当にここだけでしか出ない、うん、いろんな遺跡の裏話をここでお届けさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい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 、あの本当に祭りになると思います、まさひとさん。何？あの本当に何？本当に祭り。1月末、うん、はいはいはい、あの私がねいろんな情報が出揃うのが26か7ぐらいで大体全部出揃うかな。とんでもないことが出てましたもんね、この間もね。そうなんですよ、うん、26か7ぐらいとりあえず僕の情報が出揃うかなってところなので、逆にそれまでが揃わないと僕の疑問が全て解決されないっていうのもあるので、パズルがね。そうなのよ。あ、面白そう。おとぶきさんから見る赤裏帳簿ってきましたけど。帳簿どういうこと？わかんないけどね、うん、まあそういうことちょっとやっていきたらと思いますので、うん、ちょっと1月末またね、うん、あの具体的な日にち分かりしたい、これも24日のライブとかで告知できればと思ってますので。メンバーシップ何ぐらい加入してますかって。今は350から400ぐらいですかね、うん、加入いただいててありがとうございます。全員入れますね、大丈夫ですよ。なんで、はい、そうそうそう、うん、あの入り方等々もね、あの概要欄、最近ちょっと新しくしたってところもあるので、はい、あの綺麗になってるかと思うのでぜひ見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そんな感じでございます。昨日なんかあのね、あの葛飾のキャプテン翼カップ葛飾って毎年あるんですけど、去年は中止だったんですけどね。そうだ、まあそう言ってきた。久々にね、あの MC で、うん、あのいらっしゃったんですけど、まあ有名レジェンズにいっぱい会いましたよ。うわうわうわ、た、いいなぁ。瀬戸千代越後さんはじめね。ねえ。瀬戸千代越後サッカー教室のサポートしましたよ、私。始まって5分で、あ、俺いられえなと思いましたけど。いや、そのイベントの中でね、やっていただいたんで、久しぶりに瀬戸千代さんとも会ってね。うん、あら久しぶりだね、元気って言ってましたよ。あら、うん、いいね、そんな会話。久保。ドラゴン久保とかね、いっぱい会いましたよ、みんな。ね、稲本さんから。稲本さん。あと誰がいた、いっぱいいましたよ、鈴木大輔さんから。あと、佐々木隆太さんとかもかな。もちろんそれは、なんかつめ。そうです、なんかつぐみ皆さんか。なんか伝えめば。よかったですよ、ほんと。名和ってのは何ですか、マサ。え？名和ってのはですね、何て言うんですかね。うんうん、断髪が獅子丸だとしたら名和は影千代ですね。なるほどね。ちょっとわかんないですか。ライバルチームみたいなことですよね。いわゆるね。それはわかります。なんとなくわかりますね。わかりやすい言い方です。なんだろうな。断髪が悟空だとしたら名和はそうですね、ベジータみたいな感じですかね。ちょっとわかんないな。湘北が断髪だとしたら、海南大附属みたいな感じですね。名和は、ね。凄まじくわかりましたね。ちょっと違うかもしれないな。うん。一番ただ刺さりましたね。まあ両男みたいなもんですよね。あ、あれは両男かもしれないですね。そうですね。なるほどね。キャプテン翼さん読んでくださいよ、いい加減。お願いしますよ。全部あげますから、貸してあげますから。いやいやいや、はい、ありがとうございます。ということでございます。あ、駒野さんとも喋ります。駒野さんがね、今ね、話しかけてきてくれて嬉しかったですね。駒野さんとはあれですか、ええ、福島駅以来ですかですねって話して、日本全国いろんなとこで会いますね、なんつってね。そうです、そうです。福島駅以来ですね。すごいな。駒野さんがゴール突き刺したアウェー戦の帰りに福島駅で会って、その日の実況でしたからね、そうです、ね、そうです、そうです、決めてましたね、つって。まさに何やってるんですか、いや、実況でした。実況って言ってました。どういうことですか、すぐ理解してくれましたけどもね。はい、いやいやいや、今年もね、今年こそはね、それこそ駒野さんにインタビューできるようにまたね、うん、やってくれる。あ、そうですね。うん、そして我々、この間、大物にもインタビューさせていただいたんでね、今、編集中でございますんで、ぜひ。はい。はい、まあ、これ、でも名前も言っちゃっていいでしょうね、まさにね。あ、そうですね。うん、みんな、ガブリエル・バティス・トゥータさんとですね。
ロベルト・バッジオさんのお二人ですね話を聞いたわけですけどもね。おお、あの頃の日本のユニフォームかっこよかったね、火のやつね。日本語喋れてんのかい、ちょっと今日俺ポンコツなんで先行きましょう先生。はい、小池さんのお二人とね、あ、そうなんです、いただいたってところがあるので、小池さん、ね、はい、梶川さん、梶川さん、ウルディのお二人ね、スーパーイケメンコンビに、ね、ね、楽しいお話になりましたね。ねえ、ぜひ、まあ、そんなにしないうちにあの出ると思うので、出せると思うので、皆さんちょっとお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、一旦表紙戻りますけれども、やっていきましょう。はい、参ります。新加入組期待大セレクション、どん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 、今日もあの北から南まで行こうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。あの全チーム一応触れたいけど、1時間しかないんで時間ないから必ずしも全チームに触れないと思いますが、はいはいはい、一応ねこんな感じで全チーム進めていこうと思うので、まず見てください、こちらでございます。はい、ダンと今これちょっとね、パワーポが重いんで、はい、来た、来た、はい、来ました。ちょっと先生、はい、ちょっとこうパソコンでも見えないレベルですよ先生。あ、本当ですか。スマホの方だってこう、アリが這いつくばってる感じになってますよこれ。大丈夫だから、まあ、拡大していくでしょこれは。言葉で言ってきますから大丈夫ですよ。拡大はねしないんですけど。拡大しないのこれ、見えないんだけど。あの細かく、うん、あのそれぞれのフォーメーションがどうかとか、あ、なるほど、今回そんな今日あの今回そんな言ってかないので。掴んでくれと。そうそうそう、大体、ね、はいはいはい、わかりました。まあ、これ今回なんかこんな感じで一チーム一人ずつこうやって出していきますので、はい、そういうことだもんね。あ、ごめんなさい。そう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 、はいはい、はい、うん、行きたいと思います、はいはい。まあ、本当は札幌、まず札幌に関しては、うん、あのチャナティップに変わる誰かってことを本当は言いたかったんですけど、びっくりしましたよね、出ちゃうんですよ。そうなんですよね、はい、あ、皆さんね、だからメインはこのね、あの太くなってるここの黄色い字のとこだけ見ていただけたら OK なので、よろしくお願いします、うんうん、あ、セルボクさん、ナイスパレス、ありがとうございます。年貢ありがとう、苦しくない、ありがとうございます。とのこのこでもう、皆さんもいいんですよ、ぶっこんでくれてね、ありがとうございますよ。いつも、はい、なんかね、札幌の子やっぱタイのことになんか触手伸ばしてるみたいな話もあるんですよ。お、新しいチャナティップを、そうなんだけど、うん、やっぱあのこれなさそうなんですね今のところ。やっぱタイのチャナティップを探しに行くんですね。いやいや、チャナティップがタイだわ。もはや、まあ、より若いだから第二のチャナティップ、ね、なるほどね、うん、そう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 、まあ、それもだからね、また来たらちょっとお知らせしようかなと思いますけど、ただ新外国籍の方に関してはやっぱこれ、はい、今のところ多分ね開幕僕も間に合わないと思うので、はいはいはい、現状のこのなんだっけオミクロン、うん、で考えると、まあ、そこはまあ仕方ないのかなってところがあるから、うん、まあ、現有戦力がどれだけ重要なのかってところが、うん、まあ、今年のやっぱポイントになるのかなと思いますと、うん、なるほどね。そんな中で、ね、まずね、俺まず一つ目のチームで行ってきたのが、ね、八戸なんですよ、うん、八戸、八戸、はい、藤井選手センターバック、はいはいはい、が加入することになったんですが、うん、実はあのここ数年八戸、まああれだ、この J3 加入してからなんですけど、うん、センターバックが基本結構若手が多かったってチームなんですよね、うん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 、そこにだから中堅からベテランどころっていう感じのセンターバックがようやくやってきたってところがあるので、はい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 、センターバックをこう落ち着かせられる存在になるんじゃないかなと思うので、ちょっとここはだいぶ期待大といった感じになるかな、ね、はい、うん、かなと思いますと、うんうん、そしてそのお隣、岩手グルジャ盛岡ですね、はい、やっぱりここ言いたいのはやっぱ中村敦孝という名前を言っていきたいなと。いやー、入りましたもんね。そうなんですよね、はい、他にもあの甲斐健太郎選手とか、はい、富山からやってきた戸根選手とかの名前もいろいろ言いたいんですけど、うん、やっぱりこういわゆるガチムチって言っちゃったらあれだけど、こうセンターバックでこうガンガン跳ね返していくのはもちろんね秋田流なところはある中に、うんうんうん、スーパーテクニカルプレイヤーがやってきた、うん、そうだね、ちょっと見物なんじゃないかなって。ためも作れて散らせる感じでしょ。そうなのよ、ドリブルもそう、はい、あとちょっとロナウジーニョバリナじゃないけど、うまいよね、なんかねえ、なんかそういうちょっと相手の、うん、なんかそっちには俺体が向かないよみたいな、すさまじいなんかキラーパスとかも出してくれるんじゃないかと思うので、うんうん、なんかシャドウの選手このチーム今年多いんですけど、岩手ブルージャー盛岡、はい、だからなんかその選手たちがなんかこの敦孝選手からいろんなものをなんか吸収していくんじゃないかってところも含めて、うんうんうん、役割もあるんでしょうね。はい、僕は楽しみだなぁなんて思っていたりします、はいはい、続いてそのお隣、ブラブリッツ秋田さん、はい、ここもねちょっと注目してほしい選手がいて、うん、右サイドバックに入っていく入ってきた、うん、長野からやってきた吉村譲選手、はいはいはい、まあ、長野ではね、もう右サイドを自分のテリトリーとしてやってきたところあるんですけど、はいはい、うん、これ皆さん
覚えてますかって話で、ほう、あの去年の夏、2021年の夏、もともと右サイドバックって秋田の鈴木純也選手っていたんですよね。はい、があの FC 東京行っちゃったと。うん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 、で、もともとそれによって、まあ、これもまた長野からやってきた人ですけど、藤山選手、本来だったら中盤をやってた藤山選手が、まあ、右サイドバックに入ることになるっていう流れがあったんですよ。だから、ある意味、右サイドバックでこう純正タイプの右サイドがいなかったってところがあるから、うん、なんか終盤戦で、あの本来だったらフォワードの斎藤隆二さんとかをね、右サイドバックやることとかもあったんですよ。そうか、はい、そう、うん、だそこにこうね、やってくるってところがあるので、うん、スーパークロスターですから、うん、なんか秋田のこうカウンターにこうフィットしていくんじゃないのかなってのが、なるほど、うん、これが注目、ゆずるさん、うん、はい、このあたりにご注目いただけたらいいのかなと思っております。ちょっと J2 がちょっと多くなってくるんですけど、うん、まあ、このチームを J2 って俺はまだ言いたくないんですが、左下、ね、レガルタ仙台、はい、うん、J2 での戦いになります。ね、何年ぶりか全然覚えてないんですけど、うん、J2 での戦い、うん、ただ今回大きかったなと思うのが、大多数の方残せたんですよね、はい、このチームに、うん、でリャンギョンギさんとか戻ってきたのもあるんだけど、うん、僕一番でかいこの新加入組かなと言えるのが、ヴェルディからやってくる、やってきた若狭大志選手、はい、これをね、これ彼に僕は注目してほしくて、うん、あの全体的に仙台こうあの守備範囲みたいな、こうそれぞれの選手のこう守備範囲みたいなものをヒートマップすると、はい、なんだろう、縦にこう広いような感じの守備範囲の方が多いんですよ。それで唯一そこにやってきた横に広い感じのタイプの選手がやってきたって感じで、縦と横がなんかうまくこうフィックスしてくれるような感じがあるから、なんか仙台のこう他の選手が前見に行っちゃった時でも、俺後ろでカバーするぜっていうのがなんかいい感じのこう関係性をそう作れるんじゃないのかなってのが、なるほどね、大志選手、そうなんです、はい、ちょっといい補強になったんじゃないのかなと思っております。分かりました、勉強になる、はい、山形はねちょっとあとちょっとあれなんですよね、うん、あのビニシウス新鮮このエンブレムね、そうなんですよね、うん、かっこいい、かっこいい、ただ山形はあとビニシウス・アラウジョ選手がまだ挙手決まってないってところもあるので、あら、まあ、ちょっと完全に決まったところでちょっと山形やろうかなって思うから、うん、ちょっとお待ちいただければ、うん、で今回そのままちょっと続いて福島行こうかな、離れルージョなのかね、残ルージョなのか分かんないと、ね、そうなんですよ、気になるんですよ ね、 なるほどね。そして福島とそのお隣のいわき、うん、ボンボンとやっていこうかなと思うんですが、うんうん、はい、福島に関してはあの去年鳥取に行ってたのスーパードリブラー新井光選手が、うん、だっけ福島でや今期から福島でやるってことになりましたん で、 で、ね、はい、だまたね、いわゆる、まあ、彼は湘南からのレンタルって形になるから定型チームですよね、うん、だここでの活躍、まあ、気になるところでもありますよね、はい、と代理の池田正樹になるようにみたいな感じですよね、うんうん、彼に関しては。なるほど。そして一番右下ですね、いわき、うん、はい、気になることがあるんだよ、まさ皆さん、うん、やってくるのが横浜 FC から星京安選手、星京安さん、あのやっぱいわきといったらのほら肉体の作りがこう、うん、すごいって言われてるチームですけど、うんうん、はい、そんな中におそらくそんな中でもナンバーワンなんじゃないかって呼べるようなセンターバックなんですね、象徴的な、そうだ、それこそいわきからまた横浜市に帰るときに星京安選手一体どれぐらいのこのあの腕の太さとかになって帰っていくのかがちょっと気になるところではあったりする。いやー、プロテインめっちゃもらえるんでしょらしいですよね。なんか今回こうフィールドプレイヤーだと、うん、あの J リーグ経験者をいっぱい取るわけじゃなくてセンターバックとフォワードに1人ずつしか取らなかったんですよ、いわきって。はいはいはい、なんか普通ね J リーグやってくるんだから、だから、ね、そのぐらいの戦力でもあらかじめというかね、そうなんです、ちょっと前からやってますよっていうことの表れのような気もしますもんね。ですよね。逆にその2人いるだけで、はい、前のね、あるいは幸太郎選手とセンターバックの星京安選手入るだけでも、はい、俺らやれるぜってのはできるってことなんでしょうね、うん、このチームは、うん、ちょっとだからこうまあね、開幕は J3 は3月になりますけども2ヶ月後がちょっと楽しみだなと、そうだね、言ったところ、はい、あ、そして、まあさん、ことぶきさんからちょっと来ましたよ、うん、いわきは公共交通機関で行くの大変ようだって、本当、実況ね、まあさんありますよ、 J ビレッジでしょ、ね、でも、あ、そうなのか、あのいわきのフィールドではやれないでしょ、あ、そうなんですね、どうなの、わかんないけど、でもまあ、教えてください、あ、そうなんだ、なるほどね、まあという感じの、誰か迎えに来て、実況の時迎えに来てね、東京駅まで迎えに来て、どっからかい東京駅はちょっと遠いから渋谷、はい、渋谷、
やい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 や、特急日立か高速バス、ああそうですか。へえ、常磐線でいいわけ。そうなんだ。そうか、常磐線よく乗ってたから大丈夫だよ、僕行けるね。土浦よく行ってたから、うん。ということで皆さんこんな感じで、あと残り、はい、6枚7枚ぐらい進もうかなと思います。よろしくお願いします。はい、以上東北ブロックでした。あ、でも結構わかりやすいですよこれね。ポンポンと絞りどころがあってね。はい、うん、1シートあたりだいたい7チームか8チームで出てくるので、だ、はいたい、はい、1シートの中で5人6人紹介していけたら、口頭で紹介していけたらと思ってます。カテゴリー問わず来たからってことね、これね。もちろんでございます。はい、ってことで2つ目はこちら。はい、それ画像が多いからね、変わるのに時間かかる、重いんですよ。うわ、力を貸してくれみんなの。うー、入ったこれで左上にはね、あの、はい、このね、メンバーシップのものものとかも、あ、ありがとうございます。告知も入っちゃってるところですね。はい、続いては今度は、うん、北関東プラス新潟っていうところやってみましょう。はい、まずは鹿島でございます。うん、いやまあここはね、もうみんなあらゆる選手入れたかったんですけど、鈴木優真とかも含めた上で、うん、はい、ただやっぱり一番はね、樋口雄太選手かなと思いますと、はい、あの樋口選手、はい、はですね、一応 4-4-2 で考えたこの右のサイドハーフっていうポジションを務める選手になると思うんですけど、うんうん、あのいわゆるボランチの一角、いわゆるセントラルミッドフィルダーもできれば、まあ、いわゆる右ウイング的なこととかトップ下もできれば、ツートップの一角なんかも務められる選手なので、うん、鹿島としてのその幅の広がり、戦術幅の広がりってところがこうガンガンと出てくるのかなと。ヨーロッパ式になるわけですもんね。そうなんですよ。うん、初の。で、あとはこういうなこと言うのはちょっとね、鹿島のサポーターの皆さんにとって、はーいって突っ込み来るかもしれないですけど、うんうん、仮に荒木亮太郎選手が海外に行っちゃったとしても、はい、樋口選手がそこに務められる選手かなと思うので、だそういうところにも対応した移籍なのかなとも、感じます ね、 ね、いい選手取ったわーってのがすごくあったりします。ズンタカ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 とおー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 おおズンタカズンタカズンタカっていうのも途中じゃっち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 ゃららちゃららちゃっとか入るのかな。やっぱりブラジルだけじゃなくなるわけだからなんすか、ちょっと見ました次行きましょう。ごめんね、全く分かんなくて、はい、はい、大丈夫、応援、応援です、応援。あ、応援のね、はいはい、歌なんだ、ごめんなさい、うん、続いて今度、リズム、はい、大変失礼いたしました。続いて、何でも大丈夫ですよ、はい、続いて水戸でございます。はい、水戸は正直フォーメーションがまだ分かりません。というのも、はい、半分入れ替わりました。はあ、そう、入れ替わりましたね。はい、うん、で、どうせ夏もまた入れ替わるでしょう。はいはいはい、だからで、キャンプ始まってもないんで、まあ、まだまあ分かんないよってところですけど、はいはいはい、まあ、とはいえ、ただ言えるのはやっぱり、ウバレラが梅ちゃんですね。梅ちゃんがね、うん、梅田海斗選手のことはやっぱ注目。うん、ただ、ライバルがやばいのよ、まあさん。まあ、だって、遠山昌司、はい、そして、浦和からやってきた木下康介、うん、ということで、木下選手ね、もともと海外組ですからね、もっとね、うんうん、でありまして、遠山選手やっぱ世代別常連の代表の選手でもありますから、はい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 、そんな方々と、うん、梅田選手はまあバトルするわけで、いや素晴らしいですよ。チーム内競争に勝ってスタメンになるだけでも相当やべえんじゃねえかとは思うところでもあったりしますね、うんうん、面白いよね、水戸面白いチームにどんどんなっていかれますね、うん、そうですね、うん、はい、ということでした。続いて今度栃木ですね。栃木はあのセンターバック陣でというか柳選手が抜けてしまったってところもあったんですけど、うん、あの監督としてね、時崎監督がやってきたり、まあ、僕にちょっとね俺入れ忘れてるんですけど、うん、十勝さんがね、やってくれるところも、はい、あるんですが、やっぱり僕の中でもナンバーワンだなと思ってるのが、この鈴木海斗選手、はい、パリ世代のね、センターバックになるんですけども、うん、まあ、福岡系のミクニ・ケネディ・エビス&グティエレスというセンターバック、おそらくスタメン務める可能性は高いんじゃないかなと思いますが、もうパリ世代のいわゆるナンバーワンセンターバックといっても過言でないクラスのセンターバックですから、鈴木選手、はい、そうなのよ。あの去年来てたね、松本凪選手的な感じで栃木の皆さん的には考えていただければと思うので、うん、あのまあ、センターバックではありますけれども、あの彼の成長にだいぶ期待していただきたいなというところがあるので入れてみました。ここに注目ですね、はい、はい、ということでございます、うん、で続いて左下の段行きましょうと、うん、まあ、群馬の、ね、平松選手とか、あと新潟の松田栄太郎選手とか、この、ね、両端のところもちょっとお伝えをしていきたいんですが、うん、ちょっとやっぱりそのパリ世代 の、 その鈴木海斗って名前出したから、はい、先にまずこっちやんなきゃいけないなってのが浦和と大宮の埼玉コンビなんですよ。
埼玉コンビ、はいはいはい、ここねそれぞれ、注目選手として僕挙げさせてもらったのが大畑歩夢選手と武田秀俊選手、はいはい、まあ、今日の表紙にもなっていた2人のうち2人ですね、うんうん、もうこちらそれぞれ鳥栖から浦和、そして浦和から大宮とかになったこのお2人ですけれども、うん、はい、まあ、パリ世代組どこまでこうね S 字を機会を積むことができるのかってところにまあだいぶ注目だと、うん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 、その中のところにまず浦和の大畑選手なんですが、うん、鳥栖からやってくることになるんですけど、あの3バックの左と4バックの左両方とも務められる選手になるので、うん、要はあの右肩上がりになったら広木を周りに出せるし、逆に広木、ね、さんをじゃあ下げようってなったら大畑選手を周りに出すことができるっていうところで、うんうんうん、両サイドにこの大畑、酒井宏樹がいることによって3バック、4バックの可変性があまりにもかなり広がっていけるんじゃないのかなっていう、そんな特殊性なんかもあったりします、はい、まあ、プラス岩尾選手がね下がると両2人とも前に上げられる、サイド両サイド上げられるっていう特殊性もあったりするのでね、裏はちょっと面白そうだなというところでございますと。であとは大宮の方で言うと武田秀俊選手、あのこちらね去年は琉球行ってた選手になりますけど、やっぱり今度はどこのポジションをやるのかなってところがちょっと気になるところではありますと、大宮、うん、あのというのも実は、まあ、あくまで現状の話で言うんですが、はい、大宮ディフェンダーのいわゆるセンターバックできる人が6人しかいないんですよ、うん、でなんで4バックなのかなとは現状思ったんですが、うんうんうん、今左サイドバックできる人が基本ゼロなんですよ、はい、現状それで4バックやるってちょっとあまりにも考えづらいので、うんうん、ってなるとってことですね、まあ、そうなんですよ、多分3バックなんだろうなってなると武田選手の配置がってことの話でしょ。そうなんですよね、うん、そうするとボランチの一角なのかそれともシャドウの一角なのか、うん、実はそれでもサイドプレイヤーが足りないってところがあるので、過去にちょっとだけやったことある右のサイドハーフ的なポジションだったりするのかなとか、まあどこになるのかがちょっと楽しみだなと思うし、うん、やっぱ武田選手もさっきの鈴木選手や大畑選手などと同じように、はい、パリ世代の中心核的な一人のメンバーだったりするので、うんうんうん、彼がどこでこうポジションを得てどのように開花していくかによって代表チームにも大きく影響があるかもしれない。なるほど、そのあたりもちょっと注目したいな。世の青年さん、さっきナイスパーありがとうございました。ありがとうございました。武田は大宮に預けるんじゃなくて下田さんに預けるんだと書いてくれましたけど、ねえ、やっぱ下田さんと言ったらね、まさみなさんとあのやっぱり山口時代ってら小野瀬康介さんだとか同いうアドさんだとかね、うん、育ててるから、そう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 、大宮がだから新たなその若手のねそれこそ発信基地っていう風になっていく可能性はあるんじゃないのかなと、うんうん、なるほどね、うん、いうところでもあったりしますね、はい、という北関東、まあ新潟あんまり触れてなくてごめんなさいですけど、というところでございました。はい、はい、うん、っていう感じで、はい、で続いて移っていきたいと思います。うん、今度は首都、まあまあね、埼玉も首都圏なんだけど、うん、まあ、とりあえず首都圏です。こちらで行きましょう。ドンと、今ゆっくり多分ね、画像が変わりましたね。変わってた、変わってた。ありがとうございます、はい。千葉、東京、甲府、金沢といったところで行きましょう。はい、うん、まずは千葉組ってところですが、うん、柏レイソルはそんなにこう加入者が多くなかった、まあ、ドーグラスさん、小山津さん、まあ、あとは熊本から岩下さんと、あとは清水から中村啓太さんっていうところではあったりすると、はいはい、で実はこの中村啓太さん僕は挙げさせてもらったってところがあるんですけど、まあ、おそらくこのチーム今年 4-4-2 だとは思うんですが、多分ね、うん、分かんないけど、中盤が少ないんですよ、うん、なのであの今回やってくる小山津さんとか中村啓太さんと2人にはある程度フル稼働、怪我なくフル稼働してもらわないと柏自体が成り立たねえぞってことになっちゃうかなってところがあるので、る、うん、だからあの、ね、基本的にこうよほど外的な要因でもない限りは自分から怪我することない中村啓太選手なので、まあ、大丈夫かなと思うんですが、うんうんうん、まあ、2列目のところが柏今年は鍵になるのかなっていうところで挙げさせていただきました、はいはい、続いて今度千葉、まーさんここなのよ、まーさん、うん、高木のお兄ちゃんですね。千葉に入られたんですね。そうなんですよ、うん、というかここも千葉に入ったっていうよりユン・ジョンファンとの再タッグ。ああそういうことか、うん、はいはい、あのセレッソであのほらルヴァンとか天皇杯とか取ってた時あったじゃないですか、うん、ユン・ジョンファンさんが、うん、その時のメンバーなんですよね、高木俊之さんね、うん、だからそう考えると再タッグってことになるので、おそらく千葉は今年本気の昇格だなと。なるほど、キーマンになるんじゃないかということね。そうなんですね。あと千葉に関してはなんか今日昨日会見あったんですけど、
あの、あとフォワード1人とあとウイング1人入るよって話なので、うん、なんかそれをとりあえずあとは続報待ちたいなってところで、はい、うん、でございます。そして続いては道の右のところ東京ですね、うん、東京昨日一昨日あの発表あったんですが、あの、うん、この間天皇杯でも大分で大活躍したトレビザン選手、エンリケ・トレビザン選手がなんと FC 東京完全移籍ということで、これはでかいですね、はい、だから体の移動で言うんだったら渡辺剛をベルギーに出したもののやってきたのがトレビザンってことで、うん、これは相当な補強ができたんじゃないのかなといったところではありますね、うん、あとはここ森重、木本、トレビザンという3人から、まあ、基本的には2つのポジションを争っていくのが、まあ、メイン軸になってくるのかなと思われますと、うん、はい、続いて今度は左下です、ベルディ、ベルディ、これですよね皆さん、うん、やっぱり今日選手権だったってことから含めてやっぱりこの名前を、はい、言わなきゃいけない、うん、なんとベルディにいわき FC からバスケスバイロン来ましたね。緑が似合う男ですか？いやそうだね。そうでしたからね。確かにそうだ、おそらくライバルとなるのが小池純喜選手になるかもしれない。あ、そうか、はい、まあ、ここがだからあれですね、横浜 FC にて山下亮也選手のポジションにこのバスケスバイロンさんがやってきたって感じになる。なるほど。なんで左のウィングに小池さん、右にバスケスバイロンさんっていう形もありえるんじゃないかと思いますが、まあ、彼らをだから操作していくのが梶川亮太ということになるんじゃないのかなと思いますね。そういうことですね、うん、もう実はこの間ね、冒頭でも言ったとおり小池さんと我々コラボさせてもらって収録したんですけど、うん、その時はねまず宮崎でお二人自主練をね、自主トレをされてた時、うん、されたって、そう宿舎からね、繋いでそうなのよ、はい、で、なんですけどもう昨日にはもう東京に戻ってきて、あーはーはーはー、もうベルディの、まあ、まだ東京でのまだ練習ですけど、うん、今もうそのね練習にも参加されているところ、はい、まあ、新チームがねもう始動してるよといったところに楽しみですね、あれね、うん、楽しみだなというところでございます。続いて町田の山口勝真選手がってところはちょっと違う動画の方でもちょっとわーってちょっといろいろ言ったのもあるので、うん、町田今回割愛させていただいて、うん、まあ、右の甲府とあとは金沢ってところに行きたいと思います、はい、甲府にねちょっとまずすごいセンターバックやってきたんです皆さん、はい、ちょっとね聞いたら忘れられないかもしれない、正式名称言いますね、まず、はいはいはい、レナトビスキ、レナトビスキ、なんかウイスキーモルトウイスキーみたいな、ね、そうレナトビスキー、レナトビスキーってなんかちょっとヴィンテージもののなんかセンターバックやってきましたと。そうですね、この間京都にメンデスっていうセンターバックがはいはいはい移籍してしまったんですけど、うんうん、同じ系譜のいわゆる、うん、身長高くて、うん、空中戦強い左利きのセンターバック、うん、っていう形で取ってきたっていう、すごいですね、うん、はい、甲府の情報もって言ってどうなってんでしょうね。なんか毎回毎回こういうなんかいいブラジル人こう連れてきてるところありますけど、まあね、ただちょうど今まさに僕が言おうとしたタイミングで今パリセンさんからコメントいただいたんですが、入国できるのって話ですが、まあそれはちょっと今回は割愛させていただきたいというかね、多分ちょっと時間かかる。やっぱり樽にね入れて船底にウイスキーですから。そういうことですね。ね、醸造酒なのか何なのか分かりませんけど、醸造酒ですかね、うん、ビスキ加入で甲府のディフェンダー陣が熟成されるってかって言ってますよ皆さんね、ハイボール飲みてセンターバックだけにみたいな、ね、うまいことをおっしゃってますけどもね、うまいな、素晴らしい、まあというね甲府でございます、はい、でこっちはただ加入というかね OK だよって人がいて、うんうん、海外から金沢に来た人がいるんですよ、はいはいはい、ポルトガル2部から、まあ、戻ってきたような感じになるんですが、はい、まあ、小野原和也選手、おかえりなさい、おかえりなさいでございます。もともとセンターバックの選手でもあるんですが、センターバックとボランチができる選手なので、おそらく金沢の中ではいわゆるボランチやるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、要はなんかいや川崎フロンターレでいう山村和也選手っぽくなる可能性はあるかなと思っていて、すごい使い勝手がいい、そう、はい、だからロングカウンターとか結構やってくるチームでも金沢ってあるんですけど、うん、センターバックの1列前のところで高さだけでこうポンって回収できちゃう可能性があるから、うん、だからセンターバック行く前のところで回収してサイドに開かせてロングカウンター最後豊田洋平ドンみたいな、うん、そんなことが可能性あるんじゃないのかなと、うん、いったチームになりそうですよ、はい、皆さんと、はい、もうコメント欄もおかしいじゃん、マッカラン12年とか出てきてるもんね、もうさっきのレナトビスキーのところから、ね、話題になっちゃったなっちゃったね、うん、ということでございますと、うん、次で完全に半分でございます、基本神奈川のシート、はい、
ここまで行ったら半分でちょっと休憩取りたいと思います。はい、神奈川足す富山ですね、うん。神奈川だけで6チームほどありますのでね。うん、はい、やっていきたいと思いますと。川崎は、まあ本当チャナティップって入れようかなと思ったんですが、まだ正式決定してるわけじゃないんで、一回割愛して、そうするとってことで、瀬古選手を入れてみましたよと。まあただ、川崎というか瀬古選手に関してもこれ違う動画でもすでに話してるんで、今回は割愛させてくださいと。またどっかでね、川崎編はどっかでやりたいと思いますと。うん、あと、先にちょっと言っちゃうと、YSCC もゴールキーパーの石井亮選手って実は入れてるんですが、うん、実は YSC まだ移籍の加入ってところだとまだないってところがあるので、そうそう、まだ2ヶ月ありますから、まだ今回だからちょっと割愛させていただければ、はいはいはい、特にね、はい、思いますと。なので残り5チーム行こうかなと思います、はい。まずマリノス、いやー藤田ジョエル千葉でしょ、ここは、うん、あげるべきかなというところで言うと、うん、昨日ねもう新体制発表会なんてことがありましたけど、うん、まあ、マリノス左サイドバックにね、小池選手、長戸選手が加入したとかもありましたが、まあ、やっぱりマリノスとしては今年フォーメーション1回僕はこれ 4-2-1-3 にしてみたんですよ、はい、まあ、ひとまずね。ただやっぱり例えば岩田選手や木田選手がアンカーを務められるっていう風になってくると、例えば渡辺康太選手と藤田ジョエル千葉選手というのはやっぱりインサイドハーフ、いわゆる 4-1-2-3 っていうフォーメーションもできるんじゃないかなと思うので、まあ結構今年も川崎マリノスあたりが色濃いんじゃないかなとは、まず皆さん僕は思っています。優勝争い行くんじゃないかっていうことです。そうなんですよ、うん、なんかねやっぱり見てるとって話なんですけど、うん、まあこれフォーメーション優位の話なんですが、やっぱり、ね、4-1-2-3 を使えるチームって強いんですよ、うん、というか今ね、いわゆる前線だけでもかなりこう殴れるチームってところもあるんですが、やっぱりどのリーグ見てみてもこうカウンターとかストーミングとか言われるような戦術いっぱいあるんですが、うん、結局やっぱりカウンターもできるし、自分でボール握れた時も対処できるしみたいな、今年のね青森山田みたいなチームじゃないから優勝ってやっぱないわけですよ、うん、どのリーグでもこれはもう間違いない。バイエルンだってそう、パリサンジェルマンだってそう、うん、インテルだってユーベだってレアルだってバルサだってみんな全部結局そうなんですよね。ってなってきた時にやっぱりある程度その戦術量が多いのかなってのは、予想とかでも何でもなく、あくまで今のところの量が多いのはやっぱりこの2チームはかなりそうなのかなってところがあるので、他のチームたちはこの川崎マリノスをどうやって倒していくのかってところが、まあ注目されるところになってくるはい思いますよと。はい、あとは下の段見ていきましょうと。で下の段行ったらちょっと 2,3 分休憩しましょうと。で、西の方に行きましょうと、うん、下の段まずは左側横浜 FC でございます。横浜 FC もチームとしては半分変わったチームになりますが、はい、やっぱりこう注目されるのとしては長谷川達也さんって名前にこれはなってくるんじゃないのかなと、うん、はい、入りました。うん、環境を変えたかったって話がなんかどうやらあるみたいで、うん、長谷川達也さんだったり左サイドバックの亀川選手なんかはどうやらまだ川崎だったりそれこそ長崎とかと契約残してたんじゃないかって話があるんですよ、うん、もう1年契約とかあったんじゃないかって、うん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 、それでも自分から話があったところで行きたいですみたいな感じで行ったみたいなので、はい、まあ、どれだけだから今年のその横浜市の中でっていうのもそうですけど、本人たちがこう新たにこう自分のこう殻を破るためにっていう一つの遺跡だったんじゃないかなというのがあるので、うん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 、だからこの今年の横浜市っていうチームを通じて自分ももっと上げていくぞっていうのがあるでしょうから、なんかちょっと左サイドのコンビにちょっと注目していきたいなっていうところが、はい、ありますね、はい、そして続いて湘南でございます、うん、これまあびっくりの今年のサプライズ移籍のうちの一つだったんじゃないかなと思いますけど、柏レイソルから瀬川雄介選手、うん、加入ということで、うん、本当ですね、ね、ちょっとびっくりな移籍でしたと、うん、まあ、センターライン結構多くてね、な鹿島から長木選手もそうだし、あと名古屋から米本選手がやってきたりとか、あとスイスから若月大和選手が帰ってきたのもそうだけど、この柏から来た瀬川選手ってところで、で湘南もちょっとフォーメーションなんかどのポジションに誰がっていうのも結構いろいろできるチームなので、うん、去年通りのこの 3-3-2-2 でやっていくのか、それともうちょいサイドの選手で張り出した前に張り出させたような 3-1-4-2 でやっていくのかとか全然まだ分かんないのもありますけど、うん、瀬川選手前の方だったら 5-6 ポジションいけるなってところがあるので、 5-6 ポジションすごいね、ね、うん、2トップの左でも右でもいけるし、 3トップにした時でもいけるし、一律下がったところとかサイドとかでもいける選手ですから、うん、湘南としては永遠の取ったわっていうのが、永遠の取ったわ本当に、うん、これはあるんじゃないのかなと思いますね。オーバーヘッドキックも見れるかね。いや見たいよね、うん、やってくれそうな感ありますからね、うん、
例年だったら、ね、それをね、千葉銀カップのところから見せてくれるところなんですけど、今回その千葉銀には出られないというところがありますので、まあ、開幕戦に照準を合わせてくるのかなという感じですね、はい。続いてがお隣、相模原です。うん、相模原そうね。あ、おいちゃんさん、ナイスパーでございます。ナイスパーでございます。石原直樹選手がね、この間対談されてというところも、湘南はありましたので、どこ行かれるのかというところに注目ですと。はい、僕、それこそ相模原行くんじゃないのかなと思ってるんですけどね。おそらくね。っていうところで、その相模原なんですけど、船山選手ね。来ましたね。おいちゃん。J2 だって、2桁取るレベルの人じゃないですか。なんだから、そうなってくると J3 で一体どれぐらい取ってくれるのかってところにすごい注目するところはあったりするんですけど、まあただあとはね、戦術のフィットっていうか結構相模原メンバー変わるってところがあるので、うん、まあ注目されるポイントにはなるんですが、今、僕の中で一応、まあ、J3 はずらしてなくて、もうこれ3-4-2-1にしてるんですけど、センターバックが合計今のところ6人しかいないので、もしかすると4バックやるのかななんてこともちょっと感じるところではあったりします。うん、ただ、あとちょっと面白いのがね、まあさ、大宮から2人取ったんです。はいはい。やっぱね、高木拓也監督で言ったら元大宮ですから。ああ、そうだね。そっから2人取ってきたってのは、うん、あ、面白いな、ちょっとあったな、なんてこともあったりしますと。なるほどね、興味深い、はい、うん。ですね。あと東側というかね、東北側ラストですけども、はい、カターレ富山でございますと。うん、まあ、ここはもう川西翔太さんとこも言わざるを得ないんですね。そうですね。大きい。我々もインタビューさせていただいた選手でもあるってのもあるんですが、うん、やっぱ監督ともね、過去にそれこそ共演というか、おそらく石崎監督の要望で取った選手なんじゃないかというところがあるので、ほうほうほう、まあ、昨年もね、いわゆる J3 の中での得点王でもありますから、まあ、もうみんな、まず川西封じってところが、もうみんなそれこそやってくるところじゃないかと思うので、それ踏まえてで、一体どれぐらい2桁超えて、どれぐらい点取れるのかってところに注目が集まる選手なのかなと思いますと。楽しみ。いうところで、東っ側でした。はい。はい、半分ここまでで29チームかな、うん、やってまいりました、うん、半分でございます、うん、チョメメメイさん、富山にもう一人ブラジル人フォワードがいますが、へえ、なるほど、まだ加入する、へえ、まだね、あるで、あと皆さんコメント欄ですごい本当ありがとうございます、たらたにね、抜け忘れが何個かあるんで、それはさすがに僕も気づってるんで、ありがとうございます、助かります、また後でこれ修正はねしておこうと思うので、ありがとうございます。また他のところでももし見つけたらなんかコメントいただければ。マルタさん、柿を干しに行ってきます。あ、お知らせありがとうございます。どういうこと、この季節なんですか、柿を干すのはね。いやいやいや、こんな夜にします。あんた来ないんですか、それとも何も知らないんでね、そうなんだ、あ、そうですか、うん、それともなんかふざけてるんですか、これは。僕はふざけてると思う。ありがとう。何でも書き込んでくださいね。そうですね。マルタさんはもうね、ご実家からも帰られてるはずなの、都内に。そんな真面目に見なくていいですからね。娯楽ですから。これはね、ということです。あとは、今ちょっと。滝の谷の与一郎。書いてくれてます、伊藤文さんがね。そういう感じで見てください。はい、ね、序盤でも言ったら一応告知していこうと思いますけど、左上にあります通り、はい、ずっと出してますけど、はい、今週中に1回メンバーシップのライブ新年会やろうかと思いますが、うん、下旬にもね、メンバーシップライブ見る若外比冬移籍後半戦の裏事情ってのをやりたいなと思っておりますので、うん、気になるよって方は、概要欄のところにもあるメンバーになるっていうボタンを押していただくか、概要欄のところにね、URL なんかも載せておりますので、そこから、タップしていただいてご加入いただければと思います。うん、よろしくお願いします。うん、お願いします。はい。もし入れないよって、なんか iPhone とか iPad の方とかは、なんかパッと入れないってところもあったりするらしいんですけど、そうそう。で、その場合もどうすればいいかってことも全部概要欄に書いてありますので、すげえ。見ていただければと思います。概要欄めっちゃぎっしり書いてますからね。文字数制限ギリギリまで書いてますから、私。あ、制限あるんですか、あれ概要欄って。そう、5000字なんですよ、ね。あらら、5000文字。ありがとうございます、先生。確かに4994字ぐらい書いてると思いますけど。タコ先生、ありがとう。ありがとうございます。風邪気味。おや、鼻声だね。花粉かな、うん、花粉かな。もう飛んでますもんね、きっとね。高級から。概要欄ほんと長すぎるのよってきてますね。うん、ありがとうございます。そうなんですよ。長すぎるぐらいにめっちゃ書き込んでますからね。行こうか。はい。じゃあ後半戦行きたいと思います。うん、今度は
西の方でございます。はい、お願いします。まずはこちらから、ドン、今変わっておりますね、はい、静岡、まあここはね長野県静岡県プラス岐阜っていう形でございます、うん、いやー、そう、船橋優馬選手は ACC ね、中野西太郎監督とともにっていうことですよね。はい、はい、まあその長野ですよ、船橋選手に、あとは YS から来たのだと佐藤優太選手、うん、そしてあとは池谷選手なんかもそうなんですよね、下の不織、そうなんです、うん、でプラスあと宮本拓也さん、まあ元だから YS ですよね、うん、なんかもやってくるってところがありますから、そっかそっか、だからレベルアップ組って感じになるので、ちょっと長野足す YS みたいなチームになりますから、ちょっと楽しみだなってところがより増えてくるのかなと思っております、はい、で松本に関してはごめんなさい、ちょっと今日は省かせていただきたいければと思っていて、あのまだ完全に全員決まったわけじゃないんですよ、うん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 、ね、なんでちょっともうちょっと待ってから松本会やるので、ちょっとここら辺ね、今回パウロ純一さんと喋りましたよ、イベントで。あ、本当ですか、あ、いらっしゃってた。パウロ純一さんのあれめっちゃ面白いわ、動画。鬼滅の刃の曲を、はい、ジェリーが名前で歌うっていうの、ね、超面白いな、あれ。ね、大ファンでございます。皆さんもね、見てみていただければ。あと、坂野さんが結婚されたということで、披露宴で出し物をしたんですって、っていうのを YouTube でやってて、それが、どんずべりだったんで、こうしたかったんだっていうのをもう一回やりますっていう動画があるんですよ。クソ面白いですから見てください、それね。見てみてください、皆さん。頑張ってください。はい。はい、あと、藤枝に関しても、内山圭選手名前挙げてはいるんですが、これ、去年やった実は遺跡動画の中でここがっつり触れてるものがあるので、はい、そちら聞いていただければ、はい、冬遺跡動画の丸一かなでかい、はい、やってるので、よろしくお願いします。お願いします。はい。そしてあと左下の沼津ももうちょい多分加入これからあるのかなって形なので、ちょっと沼津もまたちょっと待たせていただければと思います。はい、でこれ残り3チーム、静岡組2つとあと岐阜見ていきましょうと、うん、はい、清水エスパルスでございますと、清水エスパルスはまさに皆さん、あの男が帰ってきた、はい、高橋大吾と、大吾さんまず帰ってきたやつ、ついに満を持して、そうなのよ。ただちょっともう一人気になるのが、うん、あの去年相模原にいていた鳴岡光選手が戻ってきたっていうところもあって、はい、僕鳴岡選手スタメン掴むんじゃねえかってちょっと実は期待しています、うん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 、でもしだから鳴岡選手スタメン掴むようだと、中盤4ポジションのうち、あ、それかボランチ2人がもしかしたらパリ世代って形がになる可能性があるので、ちょっとね若き舵取り役2人っていうのが、うん、見てみたいなってのがね、うん、ただね、パリ世代って言ってるけど、うん、ボランチの一角の松岡大輝選手、そしてフォワードの一角の鈴木唯人選手に関しては、ね、あの先日追加招集発表されましたけど、要は日本代表の選手になりましたから、はいはいはい、A 代表ですから、そういうことですよね、うん、はい、彼ら以上の人なんてそんないないわけなので、うん、まあ、彼らがこのチームのやっぱ軸になっていかなきゃいけないんじゃないのかなってところもあります、はいはい、続いて今度はジュビロ磐田でございますと、うん、こちらも背番号とか最近発表されたりだとかもしてますが、やっぱ気になるのはね、杉本健雄とかジャーメイン・リョーとかいろんな名前もある中で言いたいのはセンターバックのグラサ選手なんですね、うん、グラサ、はい、うん、アンダー24ブラジル代表の、センターバック、だから夏にはね、半年前にはだから金メダルを掲げてた一人なんですね。そうか、うん、東京オリンピック、あ、どやさとばかりに、そうなのよ、ね、なかなか出場機会には恵まれなかった選手でもありますけど、うん、ただね、そんなチームのメンバーってところがある、うん、あるからこそやっぱこのジュビロ、まあね、もう大金はたいて買ったってところがあるので、さあどれぐらいのものを見せてくれるかにもちょっと注目したところがありますね、はい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 、と。そしてこのページを開いた瞬間からコメント欄がねざわざわと、まあだいぶば、ね、あれしましたけれども、うん、岐阜、はい、ですね、田中純也と僕は一応書きましたけど決まってるんでしょ、田中純也決まっておりますと、ここは僕は正式にはウンドカチャールスってことは書こうかなと思ってはいたんですが、うんうん、というのもやっぱ田中純也やっぱね、宇賀神選手、柏木選手とかもそうですけど、うん、一番正直もともとのネームバリューはいわゆる低いところからスタートしたんじゃないかなって思うのが、うん、僕はウンドカチャールスさんかなというのがあるので、そんな方がそれこそね代表クラスとか経験してきた田中純也さんだったりとか、いろんな方々のそうなんか練習風景だとかで、こうどれだけこう桜木花道的に成長していくのかってところが見ていきたいなって、ポテンシャル高そうですもんね、うん、あとなんかほら身体能力高いじゃないですか、うん、単純に、うん、だからなんか田中純也選手とかのちょっとアクロバティックな感じの動きだとかを真似して、あ、俺これできるかもってので、なんか引き出し増えてたら面白いなっていうところが思ったりするところではあったりしますね、うん、と。
というところでございました。岐阜も楽しみですね。はい、東海地区でございました。はい、はい、続いて今度は関西行きたいと思います。はい、こちらでございます。ドンと、こっちはね、名古屋から始まって京都、ガンバ、セレッソ、神戸と、あとは中国地方から2チームですね、岡山と鳥取というところでございますと。先になんですが、ごめんなさい、神戸は牧野さんぐらいっていうところもあって、荻原さんと、荻原さん入れ忘れたっけ、あ、すみません、入れ忘れてるかもしれない。神戸と鳥取に関してはあんまりちょっと出入りがないので、今回ちょっと割愛させていただきます。はい、で名古屋から行きましょう。うん、名古屋に関してはね、まあさん、皆さん、ちょっと今誠しやかな噂があるんです。うん、シュビル族さん対談。ああ、そうなっちゃうんですか。あら、なんか海外紙ではなんか名古屋の GM がその対談させようと動いてるみたいな、なんか誠しやかな変な記事もあったりするんですけど、そういうことやっぱ関係なく、やっぱりほら、あれあるじゃないですか、ドーピング疑惑みたいなことでしょ。ですね。だからもしかしたら時間かかるのかもしれないですね。はい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 、だから今を例えば名古屋にいたとしても出せなくなっちゃうってことだもんね。でだからね、一つの枠がそれでなくなっちゃうってところがあるから、そうか、だったらもう一人誰か取るって。残念だな。ただちょっとこれはどうしようもないですね。ってことで、もう現状そうなってくると、フォワードが金崎ムーさんと、はい、基本的に酒井さんしかいないんですよ。まあ、いわゆるポストプレーがある程度できる人ってことですね。はいはいはい。なんで、この2人になってくるので、酒井さんにかかる、それこそ負担はかなり大きくなるのかなと思いますが、まあ、ちょっとここ気になるところにはなってきます。はい、続いて今度は京都ですと。はい、京都。京都大量に取りました。うん、甲府からメンデスさんとかね、始まって、浦和から金子さんだったり、群馬から大前さんがやってきたりだとか、本当いろんな補強ありましたけど、はい、やっぱ気になるのはセンターバックで、まあ、取って岡山からやってくる井上力人さんってことになるのかなと思いますと。おととしは鳥取、J3 の鳥取か。はい、そうでした。はい、去年は J2 の岡山でフルタイム出場。うん、といういろんなもの引っさげて、今年は J1、まあ、京都に投げて、うん。ただもともと、これ実はミルワカのレビューかなんかで言ってるんですが、はい、一昨年の J3 の鳥取の段階で井上力人選手がなぜ J3 にいるのかって話とか実はミルワカでしてるんです、うん、G1 でおかしくない選手ですからみたいなこと話していて、はいはいはい、だからついにだからそんな選手が J1 やってくれってところがあるので、まあ、ちょっとその身体能力、戦術のね、表現幅っていうところを含めてちょっと見ていただければいいなと思います。はい、続いて今度ガンバですね。はい、これもこの間ちょっと、うちさん、ありがとう、ありがとうございます。長谷川健太監督が今日の練習で名前を吉典って間違えてて、のりよしですって訂正したのが笑いました。まあそういうことはありますよね。指導したばっかりって感じですね。はい、本当そうだよな。ありがとうございます。ありがとう。でガンバですが、やっぱりはい、ガンバは一番最初にね、やっぱこう名前出てくるのは、やっぱ僕はどうしても斉藤美月、まあこれこの間動画でも言いましたけどね、やっぱ出口洋介さんが抜けて、まあ、刈り取り屋さんっていうのがあまりいなくなったチームでもあるので、うん、まあ、そこに入ってきた美月さんがどれだけこう刈り取っていけるのかにもご注目いただけると、はい、うん、いうところ。あと左下にちょっと今度セレッソ映るんですが、セレッソはちょっとフォーメーションが今年変わるんじゃないのかなと思っております。はいはい、例年 4-4-2 でやってきたチームなんですが、うん、4-4-2 にしてはフォワードが少なく、中盤が多いよっていう構成なので、もしかすると4-2-3-1のような構成、なんで 2-3年前の琉球のようなスタイルになってくるのかなと思っております。そうするとフォワードでもサイドハーフでもなく、上条選手のポジションはトップ下になるのではないかというのが、でっていうのもね、実はかっこいいね、っていうのもね、皆さん、まあさん、実はちょっとセレッソこの間とんでもない席が1個あったんですよ。はい、パトリッキって選手が来たんです。パトリッキ。パトリッキ。クじゃないの、キ。はいはいはい。実はそのリリースが発表される前日だったかな。はい。実はこのパトリッキ選手って森田秀正選手の同僚なんですよ。ほう。サンタクララ。ほう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 。で、サンタクララ対スポルティングリスボンって試合に出て、3-2でサンタクララ勝ったんですけど、うん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 、そこで得点上げてる選手なんですよ。へぇー。が、次の日セレッソ大阪から、ニューリリースって言って、パトリッキ加入って出てて、はっていうのがすごいあったんですよね。うん、だちょっと、まあね、入国制限があるんで、いつ来れるかは分かんないですけど、うん、とりあえず今季から加入して、サイドハーフの選手なんで、パトリッキ、そう、で、乾選手いるじゃないですか。はい。で、あと右にはね、ほら、中原光選手、山形からやってくるっていうのもあって、で、清武選手いるでしょ。うん、
もうサイドハーフでなんかすげえレベルの方々だけでも4人いるので、うん、どうすんだって話。まあね、なんかセレッソはここになんか歴代集まるイメージはありますけどね、人材が。そうなんですよね、うん、あとね、皆さん今日のニュースでもありましたけど、うん、本当はここに来るんじゃないかと中で誠しやかにささやかれていた、はい、スインジ香川。新地香川、はい、決まりましたね。今日決まりましたね、新都トロイデン。はい。いや、多分ですけど、新都トロイデン歴代ナンバーワンキャリアの選手。新地トライデカンになりましたね。うん。すいません。一応ね、シャドウの一枠として、そういうムービングタイプのミッドフィルダー欲しいってのが、もともと新都トロイデンの狙いでもありましたから、はいはいはい、これでだから、ちょっとね、残留に向けてっていうところで、まあ、いい活躍になるんじゃないのかなと思います。まだ32歳なんですもんね。そうなんです、全然年齢的にはね、うん、やれるやつもね。そうなんですね、うん、あと唯一言えばこうプレッシングのそのハードワークのところだけ香川選手ちょっとだけ苦手にしてるところが、あくまで最近のデータ限定の話ですけど、はい、あるのでそのあたりがまあ気になるところではあるかなと思います。はい、はい、そしたら、あとは岡山ですね、このシートは、うん、右下、下の段の右から2番目でございます岡山、はい、こちらはもうね、まさ皆さん、この名前でいきたい。安高柳。ああ、そうです、安高柳。ここですね。栃木からね、栃木としては残念なんですけど、うん、まあいい選手だし、バイスと組むんでしょ、うん、そうなのよ、ね。ちょっとこれ楽しみですよね。だからここで、ね、石毛選手が抜けたり、上条選手が抜けたりって岡山でもありましたけど、はい、あのセンターバックでね、2人であの10点以上取ってる人たちが来るので。本当だね。これだってセンターバックにしてトップスコアラーみたいなとこありますからね、どっちもね。そうなんですよね。俺ちょっとないとは思うけど、俺もう一人欲しいんですよ岡山に。まだ？あの僕一人欲しい人がいて、うん、あの丸山大和って言うんですけど、はい、あの今日もうゴール上げた青森山田のセンターバックです。うん、はあ。実はねマサ。得点タイプのね。そうなの。はい。あの丸山選手今年ちょっとした偉業を成し遂げてて、はい、あのまあ、今年のだから高校生の大会でいうと、うん、インターハイと選手権ともう一人高校プレミアって合計3つの大会があったんですけど、はい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 、丸山選手なんと3段階、うん、3大会で11点しかも全部ヘッドのみすごいねやっぱりすごいね、すごい青森山田のセットプレーは止められんね、すごいね。だから青森山田にもね、やっぱりコンクリ入ってるやっぱセンターバックがやっぱりいるんだなーってのも含めてコンクリ入ってます、コンクリ体軸にコンクリ入っちゃってます、すごいなー。そうなんです。あ、アイスボックスさんナイスパーでございます、ありがとうございます。岡山鬼の所業と、ホットですな。でもだから、うん、まあここからもまだ J2 は出てきますけど、ね、はい、あのさあ、まあさあ、はい、なんか今年、まあ、J1 もそうなんだけど、はい、J2 と J3 であの明らかな本気入れてきたチームがあるなってなんか何個かあるじゃないですか。そうですね。でもそのチームが結局ね、うん、いわゆる3チームから6チームとかわーっていっぱいいるから、はい、結局その中で2個しか基本的に上がれないわけだ、2個か3個。そうですね。どこがどう上がってくるのかってことちょっと楽しみでは。確かにな、うん、ありますよね。補強と予算にコンクリ入ってるからな金庫にコンクリ入ってるからな。本当だな。そういうことですね。はい、ということですと、はい、続いて今度は中四国行きましょう、はい、広島、山口、佐抜、愛媛、徳島、今治、そして北九州ということで、まあ、九州まで入っていくような感じでございますと、はい、一応先に言うと広島 は今回割愛しますと、皆さん俺は一番今回広島を推しますよってのがあります。実はっていうのも、はい、あの移籍加入がないんです。ああ、はあ、本当だ。俺はだからちょっとトッテナムを見て育ってるので、うん、ポチェッティーノ機の、うん、まあ、移籍しないチームこそ一番強いと思ってるところがありますから。まあなかなかね、それで成立しないからするんであって。そうなのよ。なんかいい感じになってるってことでしょ。そういうことなんですね、うん、元々が継続でいける。だかなりちょっと楽しみになるところがあったりします、はい、で他のチームちょっと見ていきましょうと、はい、あ、今なスパチャ来ましたね。乃木おたおさんナイスパーでございます、ありがとうございます。岡山にもね、あの新しくオーストラリアの選手が一人来るってところありますけど、うん、僕はもうあの来るもんだと思って入れてはいますが、いつ加入するかがちょっと分かんないっていうのがあるのでね、はい、なかなかまだ話しづらいってところがあります、うん、そして今重彦さんナイスパーでございます、ありがとうございます。広島は加入選手全部ユース出身っていう、もうこれが最高ですよ、ね、素晴らしいことですよね。自前で全部やってますって、成立してますね。ね、
ってことで、あとは今回ちょっとねまだ少ないっていうところで、はい、さぬきと山口もちょっとまだ割愛させていただければ、うんうん、またどっかで違うところでやりたいなと思う。名前だけ挙げさせていただきますと、はい、ってことで下の段いきましょう、はい、愛媛でございます。愛媛もだいぶちょっとチームが変わって、おそらくこのチームを4バックに多分なると思うんですが、うん、やっぱ注目選手として僕はどうしてもこの選手を挙げておきたいというところがあり、はい、ベガルタ仙台ユース出身の、司法、佐々木匠ですね。はいはいはい、今回で完全移籍に仙台を離れることになってしまったんですが、あの元はですね、あの堂安さんとかと同い年くらいで、あの堂安率よりも上にいたんですよね、もともと世代別の、はいはい、あの序列的に言うと。ただなんかわかんないけど、あの匠くんの一つの問題としてあるのが、うん、あの四国に、これ四国ちなみに3チーム目なんですよ、佐々木選手、はい、あのレンタルとかでね、うん、四国だと活躍するんだけど、四国以外だとなかなか出場にも難しいってところがあるんですよね。ただそんな四国のチームにやってきたってところがあるから、こっから見返していただきたいなっていうところがすごくあります。ぶち抜いていただきたいですね、うん、これね。愛媛は2列目の選手がめちゃくちゃ多い今年だってところもあるので、多分その選手たちはもういっぱい点取ろうやってところがあるでしょうから、そこにちょっとだいぶ期待でございます。はい、続いて今度は徳島でございます、うん、徳島はスタメンの大半が J1 には個人残留みたいな形になってしまったっていうのもあったんですけど、はい、まあ、気になるのはここですね、藤尾翔太、うんうんうん、やっぱり宮代大成選手とあとは柿田選手が、はい、2人とも突数に行ってしまったところがあって、フォワードどうすんだってなりましたけど、うんうん、まあ、ネクスト柿田っていうところで多分呼ばれたのがこの藤尾選手なのかなと、ね、はい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 、多分 J2 2桁取れよっていうのがもう多分彼としてはもうチームからも多分言われてるんじゃないかなと言われるぐらい、うん、まあでも彼もね、いわゆるパリスダのエースストライカー系フォワードでもあったりするので、もう2年後にね控えるパリスダパリオリンピックに向けてもガン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 点取ってもらいたいなってところ、はい、ありますね。そうっすね、うん、期待しちゃいますね。期待ですね、うん、そして、今治には中川一輝選手が、おお、そうでした、そうでした、まあ、久しぶりのね、まず、あ、J3 ということになる、うん、まあ、2018シーズン以来ですか。そうなんですよ、うん、でもだからその時ってもう信じられないぐらいに得点とアシストバカバカ稼いでいた彼でもあるので、普通で考えたらやっぱね20得点ぐらいに絡んでくるんじゃないのかなと思うから、スタメンで見たいですもんね彼はね。あ、うん、そうなんですよ、うん、彼のプレーにちょっとね酔いしれさせていただければってあります、はいはい、そして北九州では、いろんな選手いるんですけど、僕はこのセンターバックのベテラン藤原浩太郎選手を挙げさせていただきます。はい、あの元々あの、まあ、監督としては一回離れましたけども、あの小林慎二さんと何回か一緒にやってるんですよね、うん、藤原選手って、うん、だからまあセンターバックたちいろいろいなくなったのはあるんだけど、多分藤原さんがいればすぐこう伝達できるだろうってことで取ったんでしょうから、うんうんうん、まあ、またねすぐ J2 に戻っていくためにっていうところで取ったセンターバックでもあると思うので、彼を中心としたディフェンスラインにちょっと注目していきたいっていうところがあります。高田選手、はい、ぜひ見ていただければ、はい、ということで今日のラスト残り8チーム、うん、残りあと九州ですね、うん、アビスパ福岡から鳥栖長崎大分熊本宮崎鹿児島琉球という8チーム見て今日は終わりにしていきたいと思いますと、はい、九州、はい、時間ぴったりぐらいなんじゃないですかね多分ね、これ覚えてくれた、ありがとうございます。まずはアビスパ福岡です、うん、まあこのチームはあのもともとねこれちょっと多分1月さっきまで載せてたあの1月下旬にねあの奥座敷やるよって話してますけど、まあ、そこの多分中心になってくるチームの一つになってくるんじゃないかなと話としてね、うん、あるんですが、はい、あの競合しちゃったんですよねいっぱい、うん、敵で取ろうとしたやつが、はい、でいうのはあったんだけど、あの最善もう最低限ここだけ取っておけばっていうところをあのピンポイントで全部補強できたかなってチームでもあるの で、うん、でそのうちの2人がそれこそルキアンさんとか田中達也さんだったかなというところですと、うんうんうん、まあ、カウンターで2人ともいわゆる結果を残すことができるタイプの選手なので、まあ、福岡のはおそらくね戦術にかなりフィットするんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、うん、そして、トスさんとトスかなトスとあとは長崎のこの2チームは違う動画ですでに話してるんで今回ちょっと割愛させていただきます、はい、まあ、トスはねもうというか年末年始で合計 3,4 回動画作りましたから、うん、本当だね、いずれね聞いていただければ、そっち聞いていただければと思っておりますと、うん、一番右、大分行きましょうと、はい、大分は出入りの少ないオフでした。でそんな中で監督に就任されるのが下平さんっていうところで、まあ同じくね柏系出身者っていうところに行ったら中川博人さんがやってくるってところがありますと、
っていうのもあるんだけど、やっぱ大分はほとんどの選手に残せたってところがあるから、あとは主要ポジションのところでね、あのシーズンやりながら怪我とかない限りは多分乗り切れるんじゃないかなと思うので、はい、まあ、あとはルヴァン次第なの、ルヴァンをね戦わなきゃいけないチームでもありますから、J2にいながらでもありますけど、うん、そこが唯一言えば気になるかなっていうところかなと思われますと、はい、あと残り下の段やって終わりましょうと、熊本に、田辺圭介さんっていうね、このね、まあ、ベテランボランチというか、帰ってまいりました、はい、田辺さん実はあの去年田辺圭介さんとあと井岡治ヘンリーという2人の鹿児島の実はね、ボランチとセンターバックのコンビがこの、熊本にやってくることになるんですけど、まずは皆さんこの2人実はですね、去年の J3 のとある項目の、ナンバーワンとナンバーツーなんですよ。ほうほうほう、あの要はビルドアップでのパスの成功率ナンバーワンツーなんですよ。ほうがそのまま熊本にやってきた。なるほど、うん、だからいかにやっぱパスつなぎてんだってことを表明したいのかってところがちょっと見え隠れしますよね。なるほどな、うん、熊本の補強を僕広島について面白いのかなと思っていて、うん、あの熊本さんは今回取った選手、その田辺さんっていうのはもともと熊本の選手、うん、で、あとやってきたのが井岡治ヘンリー選手として、あとはゴールキーパーの増田選手、この2人は広島系の出身の選手で、はい、あとは、サイドの相原選手と三島選手、この2人は岐阜出身系の選手なんですけど、うん、大木監督ってもともと岐阜いたので、うん、岐阜から取るのはなんとなく自明と、ね、あと熊本の強化部長さんだけかながあの広島系なんですよね、元々ね、うんうん、っていうところでだから自分が知ってる熊本の関連の人、そして広島系岐阜系を取ってきたってので、うんうん、なんか取り方がうまいなっていう、なるほどね、そんなチームでもありました、うん、はい、残り3人でございます、うん、まあ、びっくりしたのが宮崎ですね、皆さんまさかの工藤正人、ね、はい、あの工藤さんでしょ、ね、あの工藤さんがレーソンで鳴らした、そう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 、ね、宮崎にやってきますと、すごい。で実は宮崎さん今年の補強の中だったら僕トップクラスの補強かなと実は思っていて、はい、あの前年あの JFL から昇格した時にはあまりこう J リーグ経験者取らなかったってのがあったんですよ、うん、なんだけど今年はね梅田選手ヒットにみんなこう J2 とかにこうね移籍があったってところで、はい、ちゃんと J リーグ経験者とか J2、J3 経験者、なんなら J1 経験した方々をあのドダッとこう取ってきたってところがありますから、はい、うん、今年はだから去年あれだけやれたってのがあるのでそれ以上の結果を出しにっていうチームになっていくんじゃないのかな、はい、とこういったところでございますと、うん、でそんなねやっぱ J 経験者を取ってきてよりだから結果を残そうとする宮崎っていうチームもありながら、その右ですね鹿児島、はい、ロメロフランクなんていうキャラクターを取ってまいりましたと、はいはいはい、うん、これもすごいですね、やっぱ J2 だって上位系の選手でもありますから、なんなら J1 だっておかしくない選手を取ってきた鹿児島っていうところで、うん、彼もまただから何点取っていくのかって注目が集まりますと、ロメロフランクのカットインから最終的に米沢で決めるなんてシーンだとか いっぱいねなんか見れるんじゃないかなと思いますね、はい、そしてラストは琉球でございますと、はい、琉球はちょっとねなんかフォワードが合計 7,8 人いるっていうチームなので、うん、これまでこう慣れ親しんできた 4-2-3-1 のフォーメーションから多分2トップにならない限りちょっと数の計算が合わないだろうなというところがあり、はいはいはい、4-4-2 にしてみましたと、うん、ただボランチがちょっと 3-4 人しかいないというところがあるのでちょっとそこら辺が気になるところではあるんですが、うん、やっぱりねこの琉球というチームだと、まあ、知念哲也さん、浦和に抜けた知念哲也さんの穴を誰が埋めるのかというところでやってくるのがジュビロからやってきた中川壮さんという話になると思うので、まあ、彼のビルドアップ跳ね返しというところも含めて琉球の皆さん、知念選手を思い出してじゃないけどこうアップデートするような感じで、見ていただければいいのかなと思っております。なるほど。以上です。ありがとうございました。全チームやりました。ちょっとね、移籍も進んでおりまして。うん、そうなのよ、なんか注目が分かりましたよ、先生。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでお送りしてきました、マンデーライブ、今年もよろしくお願いしますということでしょうけれどもね。ありがとうございます。皆さんもコメント欄にね、盛り上げていただいてありがとうございます。今日もね、ありがとうございます。ぜひぜひぜひね。これね、あのいくつかのパターンやろうかなと思っていて、はい、あの今回移籍で入ってきた人っていうパターンやったんですけど、うん、あと残りほら去年からも引き続いてこうこのチームで活躍していらっしゃるよって方々のそれね、はい、今年よりこう、ね、活躍が注目される方々っていうところとか、あとはやっぱり完全新戦力ですよね、あのルーキー組とか、はい、うん、
そのあたりも注目していきたいなと思うので、はい、皆さんまたこれをマンデーライブとかでもやっていこうかなと思いますし、うん、キャップの情報とかもいろいろ僕拾いながらスタメン予想こうなっていくんじゃないかって話もできればと思いますので、ありがとうございます先生、ぜひどうぞよろしくお願いします。膨大なデータをねいつも本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、ということでした。てなわけでございまして、はいはい、今日はここまでにします。ここまでにしましょう、ありがとうございます。ありがとうございました。ごめんなさいね今日僕も疲労困憊でもうダメですもう疲れちゃって昨日のねイベントとか一昨日とか ねその前の ロケとかね、うん、そんなことないちゃんと聞いてましたからね、勉強になりました。今日もありがとうございました。今日もこれからね、うん、我々ねあの 1,2 本収録するよってところがあるので、これから我々まで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。というわけでミルクさんかがね今年もよろしくねということでございますよ。じゃあねー、はい、また来週やりますので、まず木曜日のメンバーシップ新年会木曜日にねやりますので、はい、やりますのでよろしくお願いします。じゃあねー、またー。